白い丸が一つある。は？丸を一つ選び、色を反転させ、新たに追加した白い丸と線で結ぶ、という操作を何度でも行える。じゃあこれをまた選ぶと、黒が白になって、また別の白が刺さるってこと？ああ、もう一種類操作があって、線を一本選び、それが結ぶ二つの丸の色を反転させ、この線の途中に新しい白丸を追加する。線が二本に分かれるんだね。その通り、この二種類の操作を好きな順に何度でも行える。さて、準備運動だぜ。白丸一つから始めて、この三個の図形をそれぞれ作ってみろ。簡単そう。まずこれだけど、さっき作ったよ。まあそうだな。で、この真ん中に白を二つ刺すと次のができるね。これは？端っこに白を三つ刺すと、あ、黒になっちゃった。最初からやり直すよ。最初は白を刺すしかないけど、次に線を選んで途中に白を足すと、端っこに黒ができた。これに白を三つ刺して、ここに白を二つ刺せば、完成。よくできました。じゃあ本番、白一つから始めて、白だけが一直線に並んだ棒を作る。作れる長さ、白の個数のこと、を全て求めろ。とりあえず白一つの棒は作れるってことでいい？もちろん。他の個数はどうだ？白二つは、最初の一手がこれしかないから無理だね。白三つはもう何度も作った。白四つ。さっきこれを作る途中で、こんなのを作ってて、ここに白を刺せばできるね。白五つは？すぐにはわかんないよ。時間をかけていいぜ。ふう、これで全部かな。作れる長さ4の棒を全部作ったよ。このどれからも白5つの棒は作れないから、作れないね。白6つは？これかな。この線の途中に白を足して、ここに白を刺せば、白6が完成。あ、ちょっと待って。今白3を伸ばして白6を作ったことになるけど、これをもう一回やれば白9も作れる。さらに繰り返せば12、15、も作れるから、3の倍数は全部作れるな。これって1からも始められるよね？そうだな、だから3で割って1余る時も全部作れる。あとは3で割って2余る時だけど、作れない、多分。証明は？多分って言ってるでしょ。この問題は、1998年の東京大学の入学試験に現れた。東京大学？日本の学校。わかった。今でも、これが入学試験の数学では一番難しいと言われる。もう25年は経ってるけど。当時、ある予備校がこの問題を見て、回答を作ろうとしたが、解けないまま中断して帰ったらしい。そんなことあるんだ。翌日も解けなかったらどうするか話し合ったとか。こんな会議二度となさそう。翌朝、別の予備校から電話があった。回答を出さなきゃダメだから、急いで解いて。その人たちも解けなかったのかな？そこで、フランス滞在中の大学助教授の知人にメールして、何度かのやり取りの後、翌日に回答が作られた。最初から数えると3日目か。さて問題に戻ろう。なんだっけ？白丸が N 個並んだ棒を作れるのは N がいくつの時か。ああ、答えは多分もうわかってて、3で割って2余る時に作れないことの証明が無駄だったね。その証明をしよう。以後、丸を選んで新たな白丸と結ぶ操作を、操作1。線を選んで途中に白丸を足す操作を、操作2、と呼ぶ。いいよ。これらは好きな順に行えるというルールだが、まず操作1を何度か行い、次に操作2を何度か行う、というルールに変えても、作れるものは変わらない。そうなの？2、1、の順にあった部分があるとき、それを1、2、の順に変えられるなら、その入れ替えを何度もやれば、いつかは1が全部2の前に来るってことだね。それで、1と2を入れ替えられるか、だが、2つの操作が絡まないときは何の問題もない。逆にやれって言われても特に問題ない。ってことだね。両方の操作を同じ端で行うときは少し怪しいが。逆にやってみると、ちゃんと同じ結果になるから、やっぱり問題なさそう。というわけで、今後は操作1が済んでから操作2を行う。わかった。便宜上、1回目の操作1では、黒が左、白が右になるように刺して、それ以降も左右に棒を伸ばすことにする。いいよ。さて、そろそろ主役を出すか。主役？正三角形。はじめ、上の頂点は赤、左下は青、右下は黄色で塗られている。関係あるの？白と黒を、この正三角形に対する操作とみなす。白は、120度回転。半時計回り？統一されていればどっちでもいいが、そうしよう。黒は、Y 軸に関する対称移動。左右にひっくり返すんだね。さて、白と黒の棒があるとき、この配置から始めて、右から順に対応する操作を行った結果を考える。右から？別に左からでもいいが、写像の合成は普通右からだぜ。まあいいよ。で、なんでこんなものを。目標を思い出すと、長さを3で割ったらに余るような白い棒が作れないことの証明。そういえばそうだったね。あ、もし作れたとすると、それに対して操作をしたら、3回ごとに元に戻るから、240度回ってこうなるね。
もし、捜査1と捜査2でいられるどんな棒に対しても、それに従って三角形を動かした結果、240度回った状態では終了しないと証明できたら、長さを3で割ったらに余る白棒を作るのも無理だね。でも、そっちの証明の方が難しいんじゃない？ここで捜査2だけに注目しよう。なんで？捜査2ってのは、白白を黒白黒に変える、白黒を黒白白に変える、黒白を白白黒に変える、黒黒を白白白に変える、の4パターンあるな。で？これが三角形の運動にどう影響するか見よう。まず、白白を黒白黒に変える場合、白白は240度回転だね。黒白黒は、これも240度回転か。つまり、白白を黒白黒に変えても三角形には影響しない。他はどうかな？まあ一つずつやってみよう。白黒、黒白白、同じだ。もう十分かもしれないが、残りもやっておくか。黒白、白白黒、やっぱり同じ。一番単純なのが最後に残ったな。黒黒、白白白、どっちも何もしないね。つまり、操作には三角形の動きには影響しない。ってことは、三角形に影響があるのは操作位置だけか。もう少し言うと、最終的に240度回ってなきゃダメなら、操作位置だけでそうしなきゃダメだね。これが不可能だと分かったら証明終了だぜ。手始めに、最初の白丸から右にしか伸ばさない場合を考えよう。黒黒黒の右に白ってのしかできないね。でもこれは240度回転にはならなそう。120度回転の後延々と左右反転するだけで、黒が奇数個か偶数個かで結果が変わるが、240度回転ではないな。じゃあ左にも伸ばすしかないね。白3つの間に黒が何個か挟まってる形しか作れない？そうだな。でも、黒を2連続でやると元に戻っちゃうから、これはこれと同じで、さっきと似た感じで実質4通りしか作れないね。あとは全部試すだけで、まあやっておこう。白白白は何もしなくて、黒が1つだけ入ってるやつは、何度回るかはともかく、反転したまま終わっちゃうから論外？だな。じゃあ、白黒白黒白がダメだったら終わりだね。白、黒、白、黒、白、240度回ってない。これをもって証明終了。でいいよな。いいけど、さすがに難しすぎない？大学の入学試験でこれを解かせたいとはわからないな。前に、競技プログラミング史上最難問ってのをやったが、それよりマシかも怪しいぜ。よかったらそれも見てね。ご視聴ありがとうございました。